1967年 NFL チャンピオンシップゲームは、1967年12月31日に、ウィスコンシン州グリーンベイのランボーフィールドで開催された試合。1967年シーズンの NFL チャンピオンの座をかけて、東カンファレンスのダラスカウボーイズと、西カンファレンスのグリーンベイパッカーズが対戦した。 アイスボールとも呼ばれるこの試合は NFL 史上最も困難な気象条件の下で行われたが5万人以上の監修で一杯となり試合はグリーンウェイパッカーズが21から17でダラスカウボーイズを破り3連覇を達成した試合はウィスコンシン州グリーンウェイにあるパッカーズの本拠地ランボーフィールドで行われた気温は氷点下25度体感温度は 氷点下44度であった。厳しい寒波により、乱暴フィールドの芝の下に埋め込まれたヒーターは、作動せず、フィールドを岩のように、固く氷のように滑りやすくした。審判は、キックオフ後に下が凍りそうな、寒さのために、金属製の笛を使えなくなり、肉声でゲームをコントロールした。ウィスコンシン大学ラクロス校のマーチングバンドによって、試合開始前とハーフタイムに、 パフォーマンスが行われることになっていたが木管楽器が凍り、管楽器のマウスピースはメンバーの下に耐えがたいほど冷たくなり、演奏は中止になり7人のメンバーが低体温になったため病院に搬送された。この試合はレースコットとジャックバックの実況、フランク・ギフォードの解説で CBS によって中継された。パッカーズが試合開始早々。 バートスターからボイドダウラーへ2本のタッチダウンパスを決めて14から0とリードしたが、その後、カウボーイズはパッカーズの2つのターンオーバーから10点を上げた。1つ目は、カウボーイズのディフェンスラインマンのウィリー・タウンズがスターをサックしてファンブルを誘ったボールをディフェンシブエンドのジョージ・アンドリーがリカバーし7ヤードのリターンタッチダウンを上げた。続いて、第2球終盤に、 パッカーズのセーフティ、ウィリー・ウッズが、カウボーイズのパントを、フェアキャッチシグナルを出したもののファンブルし、カウボーイズの新人ディフェンシブバックのフィル・クラークが、ボールを、敵陣17ヤードで抑えた。パッカーズのディフェンスは TD を阻止したが、ダニー・ビラ・ヌエバの21ヤードの FG が決まり試合は14から10で、ハーフタイムを迎えた。第3球には両チームともに得点を挙げることが、 できなかった。第四球の最初のプレイでカウボーイズはランニングバックのダン・リーブスがワイドレシーバーのランス・レンツェルへの五十ヤードのタッチダウンパスを決めて十七から十四とリードした。その後パッカーズは同点 FG を狙えるところまで前進したがドン・チャンドラーの四十ヤードの FG は失敗に終わった。残り時間四分五十四秒、自陣十二ヤードからの攻撃レスターは ダウラーへの13ヤード、ドニー・アンダーソンへの12ヤード、チャック・マーセインへの18ヤードのパスなどを成功させた。その後、マーセインが8ヤードを走り、ファーストダウンを獲得、敵陣3ヤードまで攻め込んだ。続く2プレーで、アンダーソンのランプレイが選択されたが、いずれもゴール前1ヤードのところで攻撃が止められ、セカンドダウンのプレイではアンダーソンは凍ったフィールドに、 足を取られて転んでしまった。試合時間残り16秒、第3ダウン残り1ヤードの状況でスターは、最後のタイムアウトを取り、サイドラインのビンス・ロンバルディと打ち合わせを行った。スターは次のプレイで、9B ーースニークを行いたいと主張した。ロンバルディはこれに対して、カウボーイズディフェンスは次のプレイをパスと予測しているだろうから有効なプレイだと同意した。スナップを受け取るとスターは、 センターのケン・ボーマントガードのゼリー・クレーマーのリードブロックした後ろからエンドゾーンに飛び込みタッチダウンを上げて21から17と逆転に成功した。残り時間わずかでカウボーイズはボールを前進させることはできずパッカーズが3年連続 NFL チャンピオンとなった。なおこの試合でバートスターは8回もサックされた。パッカーズは第2回スーパーボールで AFL チャンピオンのオークランドレーダースを容易に破った。当時は NFL チャンピオンシップゲームに比べて AFL、AF NFL ワールドチャンピオンシップゲームは重要視されていなかった。パッカーズを7シーズンで5度目の NFL チャンピオンにしたロンバルディはヘッドコーチを退いた。翌年パッカーズは高齢化した選手、故障者などにより負け越し、およそ30年後、 1990年代に入り、ブレッドファーブの入団までパッカーズの栄光の時代は終わりを告げた。カウボーイズは1970年代に2度スーパーボールを制してリーグを代表するチームとなったが、QB のドン・メレディスはチャンピオン・リングを獲得することはなく、現役を引退し、マンデー・ナイト・フットボールの解説者となり、選手時代よりも有名になった。この試合は、 NFL チャンピオンシップゲームがスーパーボールよりも重要な試合だと考えられた最後の年となった。ランボーフィールドは NFL フィルムズのハイライトシーンでザ・フローズン・ツンドラというニックネームを与えられた。このゲームの両チームの関係者のうちカウボーイズのテックス・シュラム、トム・ランドリー、ボブ・リリー、メルレン・フロ、レイ・フィールド・ライト、そしてパッカーズのビンス・ロンバルディ、 バートスター、ホレスト・グレック、ウィリー・デイビス、レイ・ニチキ、ヘンリー・ジョーダンと多くのプロフットボール殿堂入りを果たした人物がいる。ありがとうございます。